分出して健康チェック表つけてみました。じゃあそれをちょっと出してもらって。はい。1128。ちょっと減った。1129。気持ち減ったね。うん。じゃあさっと身体検査してみましょうかな。まず白目がちゃんと白いことね。で、目の表面が綺麗なことと、これはまあ目の奥まで見てるんだけど、見える範囲の網膜の血管が綺麗です。それから、うんね、ここが奥歯ね、上の奥歯の根っこ、下の奥歯の根っこ。ごめんね。まあまあ、歯茎の色も似てるんだけど、赤みがあるというのがいい色ですね。歯も綺麗です。上が1で下が2ぐらいです。はい、お腹触らせてね。綺麗ね。ほぼほぼ一緒です、はい、そんでまあね、前も話したけどさ、はい、まあ、この子の年齢だとさあんまり大胆なことはしない方がいいような気がするから、はい、抗戦争者療法とちょっとお薬を処方してみますんでね、はい、お薬できたら飲ませ方も実践しますから、はい、抗戦争者療法だけ説明してください、はい、100の1分だ1分で、はい念入りして、抗戦争者療法これちょっとしっくりいいシロスが何グラム食べてんのかな、あ、結構食べますね、これですよね、はい、ここにどう増やしたらいいシロス、あ、そうですね、こっちはちょっとおやつ、あ、おやつ、もう一個注文させてください。これ合計してください。この辺です。45とかね。そうすると、まあ40から45ぐらいだったんですよね。で、ペレットが大体20ぐらい。20ペレットは、あ、そうか、12グラムやっても全部食べきってないけどね。そうですね、ちょっと残すぐらいで、かえってじゃあチムシーのが好きなんだこの子、多分そうです、わかりました、まあいいでしょ、で、これはやってもこれ多いんじゃない、ちょっとセロリだけ、多いんですかね、うん、この辺はやっても、はい、なしかやっても11グラム、はい、にしてきてください、はい、そうするとあのもっとチムシー、お腹空いてるのもっとチムシーとかプレートを食べてくれると、これがあんまり多い、まあ、7グラムだったらいいけどね、だからそう、多いです、うん、その他のは0から 1%、はい、それとブラッシングは、はい、そうそう、してたのね、ちょっとお腹にチャックにして、チームにチャック、 OK、 うん、綺麗だね、年取るとね、だんだん足の免疫力が下がってくるから、うん、ちょっと保湿してあげた方がいいんですよ、うん、とあとブラッシングも、うん、ちょっとしっかりしてくださいね、爪の長さとくれぐらいがいいんですか、うん、ちょっと長いところまで、うん、いい、お家で切ってますよ、切るんですけど、それもうちょっとあれどれぐらいの長さですか、うん、ちょっとこの辺が長い、切りましょうか、あ、お願いしてもいいですか、うん